こんにちは、小林幸子です。始まりました。小林幸子は YouTuber。 幸子さん、はい、今日はですね、はい、幸子さんにとっておきのものを持ってきました。幸子さん、ビールお好きですよ。好きです。そんな幸子さんに、幻のビールと歌われている日本初のラグジュアリービールというものを持ってきました。こちらです。ちなみにですね、2本セットになっておりまして、はい、2本で3,850円。1本だから、約1,900円。たっこ初めて。こちらですね、なんか普段、はい、ホテルとかそういったところで提供されている、はい、ビールみたいなんですけども、はい、キャビアと手羽先が一度に味わえる日本料理店でご提供されていたりとか、銀座のとあるお店で斬新な趣味趣向で味わうセレブ御用達のフレーガー的寿司屋でご提供させていただいた。そうですか。じゃあそれはあるんですか、キャビア。ないです。あ、今日はないんですか。ごめんなさい、予算の関係でちょっと、ただ僕びっくりしたのが、2本だけ今日ご用意と思っていたんですけども、エロ部長が何を考えたのか、なんか10本ぐらい買ってました。エロ部長よく、いや僕らも飲みたいからだからですよ。こらでですね、はい、幸子さん、これを今日飲んでいただこうと思ったんですが、なんか前情報によると、幸子さん地ビールとかって実はそんなにテンション上がらないというか。これ地ビールなの。結局地ビールと言うんですかね。色がね、こう見えない。まあでもやっぱりね、これ幸子さんに飲んでいただいて、ああ美味しいだといつも通りだと思うので、今日はですね、これ幸子さん飲みません。ない。ここにあって飲まないって、それはないでしょ。いや、代わりに三上さんに三上さんに飲んでいただきまして、三上さんの、レポートを幸子さん見ていただいて、その感想を、私飲まないで三上が飲んで、その感想を聞いて、私はどうするの、はい、リアクションしていただくと。はあ、そうです。わかりました。サトさん、飲みたくなったら銀色のやつを。いや、あるんだもん、これの話の飲みたいよね。でもちょっと今日三上さんにせっかくスタンバイしていただいてるので三上さんに飲んでいただいて、まずそのちょっとリアクション見てみましょうか。早くしてね、じゃあね。もうちょっとでいいからね、早くしてね。じゃあ先生飲めるから私。はい、はい、では三上さん、はい、今日はちょっと三上さんに、この幻のビール、ラグジュアリービールを飲んでいただくんですけども、はい、三上さんやっぱお酒は好きですよね。大好きです。そうですね。それ一番好きなお酒の種類って。ワイン。私が説明して、どうぞ。ちょっと目線が怖い。飲みづらいかも。せっかくなので、幸子さんに開けてついでいただくとこまでは。わかりました。ありがとうございます。三上さんに今日飲んでいただきます。三上って色はちょっと薄めですかね。結構やっぱちょっと濁って濁ってる、白っぽい。透明感ないね。そうですね、やっぱり地ビールっぽい。さっこさん、匂いだけ嗅いでみますか。おー、ビールビール。当たり前ですけどビール。ちょっとフルーティーな感じもしないでもない。はいはいはい、匂いとしては美味しそうですか。絶対美味しいでしょう。じゃあ三上さん、飲んでもらいましょう。すごいですよ、グラスに幸子55周年の時にね、これを作っていただいたんです、これをね。じゃあ三上さん、早速、はい、はい、いただきます。飲みにくい。これはいつ飲んでいいですかね。大丈夫ですか。3、2、1、2だって全部ならない。はい、スタート。いきます。はい、いただきます。おいしい。あら、おいしいでしょう。そりゃおいしいでしょう。でもちょっとクラフトっぽい香りは、クラフト、地ビールとかにある特有の酵母っぽい香りとかは後からちょっときますけど、飲みやすい。なんか唾液出てきちゃったんですよ。飲みやすい。あ、そう、ごくごく飲める。ありがとうございます。
1900円ね、うん、まだ飲んでない全然もう好きに飲んでいただいて大丈夫ですか。あの佐藤さんの方見て飲んでいただいて、うん、本当香りフルーティーですね。どうぞ召し上がってください。どうぞ召し上がってください。どんな感じかな。めっちゃ熱だけど本当仲いいですね三上さん、その飲んでみた感想を一言も佐藤さんに面と向かってお伝えいただけますか。はい、どうぞ。めっちゃ美味しいです。佐藤さん、はい、ちょっともう一人もう一人、いいです、いいです。色ごとにいい、だからいいです。いい、もう早く飲みたいから。今日佐藤さん飲まないんで。部長、エロ部長いらっしゃいました。エロ部長、ちょっとエロ部長には幻のビールのご感想をいただきたく、幻のビール10本買い込んだエロ部長に。知らない。飲めますか。飲んでませんよ。飲んじゃダメだって言われたから今今日幸子さんは飲まない企画です。おー、いい企画ですよねこれあれですよね、なんか今しか取り寄せられないね。もうそうなんですか、期間限定みたいな。飲みたかったです。では佐藤さん、はい、部長にも来ていただいたので、あエロ部長にちょっとお釈いただいて。そんなの自分で過ぎます。いや申し訳ないですもん。いやいや本当申し訳ないんで。じゃあ自分でいきますよ。まあそういう意味ではね、そうそう娘がね、天野のね、合格したことだから。おめでとうございます。そうなんですよ。じゃあそれはもうそういうことで、はい、ちょっと本当に色がね、こんな感じがどうすごい綺麗。そうなんです。あ泡の感じも綺麗に。本当ですね。なんだろう、うん、大丈夫。じゃあ、天野おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと、ちょっと隅で書いてていいの。ごめんなさいね、もうあんでくださいありがとうございます。最後、隅で書いてない匂いがね、匂いが選ぶじゃん。どういただきます。山ビール大好きだ。超好きか。ないない、ラブショー本当にラブショーやりそうなってきます。目をつぶすと、うん、なんか水着の金髪の美女が周りにいる。そんなそれラグジュアリー。はい、僕にとって多分ジャグジーの中で金髪の水着の美女がいる感じがラグジュアリー。じゃあ天野さん見てますね。天野ちゃん見てる。天野さんおめでとうって飲んだ途端に目をつぶると僕はそこに飛んだ感じします。それあんまりよくわからないんだけどそれぐらいラグジュアリー。今日終わりますかこれで。いかがでしたか、お二人の感想をお聞きいただいて。飲まなきゃダメでしょ、私もう回してよ。お願いします。お願いします。じゃあせっかくお酒好きがもう一方いると思うので、かおりさん昔さ、瓶をあかんかん叩いてるやつ、まあ、サブで待ってるんだそれぐらい。うちの可愛いね、めいっ子のさおりちゃん。ああ、綺麗ですね。いただきます。すごい飲みっぷりだ。そんな一気に飲まなくてもいいでしょ。そんな一気に飲まなくてもいい。一気に飲まなくてもいい。あー、綺麗ですね。あー、すごい。なんか柔らかくてちょっとねフルーティーなね香りもふわってきて、泡がね細かくて、あシュパシュパシュパってシュパシュパシュパってこうシュパ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 ってくる感じが、わかるわかる。ラグジュアリーです。ラグジュアリー。じゃあごちそうさまでした。仕事しない。ありがとうございます。お疲れ様です。次や。
いい会社ですね。サチコプロは仕事中ビールは飲めるんですね。よくないですよ。あってはいけないと思います私は。じゃあ、 改めてですけど、サチコさんお飲みになりますか。待ちに待ったサチコさんの試飲を。あー嬉しい。ではサチコさん、はい、幻のビール、ラグジュアリービールですね、ついでいただいてどうぞ召し上がってください。参ります。じゃん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 って、お正月じゃないですね。この感じ、この感じ、いただきます。あ、佐藤さん、うん、なんないです。やっくりダメだって言わないんだけどね。いませんよ、そんな。本当にまろやか、柔らかい。で、ここ、そう、それに言ってる通り、こっからくる、ふにゅっと、うん、喉越しからふわっとくる。あ、おぉ、飲みやすいですね。あ、すごく飲みやすい。飲みやすいっていうか、美味しさね。おぉ、ラグジュアリー、ラグジュアリー。すごいですね、こちらですね、発売からわずか1年で。話しかけないで。いいわ、おいしい。はい、どうぞ。こちらですね、発売からわずか1年で100を超える星付きレストランにてお取り立ていただくまでとなったロココです。と冊子には書いてあります。冊子ます。来ますね、ちゃんと。いや、今日はいいビールを紹介していただきました。すっごく嬉しい。これリピートありですかね。ありですね。まあね、なかなかお値段張るビールなので、そんなね、こう毎日わけにはいかないと思うんですけど、はい、なんかご褒美とか、何か贈り物とかでもいいかもしれない。あ、そうですね。みんないい仕事したら一本ね。というわけで今日は幻のビールロココを飲ませていただきました。あれ、なんか聞いたらロココっていうのは、うん、こっちからロココ心って言うんですって。そういう意味でネーミングらしいんですけど、もしよかったら皆さんも口にされたらいかがでしょうか。いや、本当にラグジュアリー。そしたら小林幸子は YouTuber でした。またねー。ラグジュアリー。